前田元都市から1927年1月24日は戦前日本の映画者。土佐藩出身。岐阜県立岐阜県人城、中学校大垣文校初代校長、日本中学校教頭、陸文館中学校教頭。安政4年5月4日土佐国高知城下に土佐藩やりし難、前田元行の着難として生まれた。文久3年寺小屋に学び、 慶応3年5月15日祖父及びと藩主、山内豊藩におまみした。明治2年藩校地道館に入学して、漢学を学び、明治5年7月から英学を学び、廃館後、明治6年5月教立学者英語学校に入学して引き続き英学を学んだ。末延道成、近道清美等と,と共に、漢比大筆生として上京し、百七十四年九月、 東京外国語学校に入学し、ニトベイナ内村勘蔵等と共に学んだ。12月24日英語科が東京英語学校として独立し、1875年9月改正学校に進学した。1877年9月、東京大学予備門前科を修了し、東京大学理学部諸学科に進学、2年生から最高夜金学科に進んだが、 1881年2月、卒業目前で、病気のため帰教し、6月退学した。遊芸に吹けって散在したため呼び戻されたとも言われる。1882年4月高知、協立学校設立に参加し、洋学教師に就任した。1883年1月31日、協立学校を解雇され、11月26日、 高知県高知中学校三等教諭、1884年5月3日二等教諭として、高知主犯学校に献金し、10月2日退職した。1884年1月13日学用、社学科局英書科、三術科教師を兼任した。1885年5月14日、寄阜県教諭司法となり、大垣中学分校に勤務したが、廃校となり、 8月30日退職、9月1日、私立大垣英語学校校長に就任した。1887年6月9日、高知県人上中学校に戻り、1888年1月9日から3月21日まで、高知県人上市範学校に兼務した。1888年12月1日、高知人上中学校を退職し、 12月19日、熊本市第五高等中学校教授に就任し、英語、博物学、数学を教えた。1891年1月23日病気のため、第五高等中学校を退職し、9月、鹿児島県高等中学校増資官、外国語科主任を務めた。1892年8月岐阜尋常中学校に戻り、 1893年3月1日岐阜市、今泉に開校した、市立中学市範補充学校で監督を務めた。1894年4月岐阜県人城、中学校大垣文校開校に伴い、初代校長を務めた。1895年9月大垣文校長を辞職し、上京して、小石川区竹林町に住み、日本中学校に勤務した。 1898年9月尋常、中学育文館、第二大教頭候補に押されるも実現せず、同年日本中学校教頭に就任した。1902年同文書院教頭となったが、12月22日教科書、地獄事件に際し収賄奉助の容疑で降印された。1903年4月4日証拠不十分により、免訴となり、1904年9月育文館。 中学校英語教師に就任した。1904年日本中学校内に、私立東京英語学校を再興し、井上重吉、竹信洋史太郎、斎藤昌三郎、佐久間信康等を招聘したが、1年6ヶ月で、閉校した。1921年2月23日幾分間、第三大教頭となった。晩年小石川区久方町の自宅にも、塾を開き、 第一高等学校の受験指導を行った。1927年1月風邪をこじらせて、急性肺炎を患い、1月24日、創業を死去した。改名は、徳学院育英美子子児。墓所は、多摩霊園に四区講師六川七番。若い頃は、素行が悪く、高知の料亭の抱え芸妓と心中を試みたことがあった。難解なと差弁を話し、 語尾に、邪ゃをつけるのが口癖だった。日本中学での同僚、田辺茂春は、前田と話すときは日本語よりも、英語の方がよくわかったと回想している。英文学はシェイクスピアより、ジョン・ミルトンを重んじ、ウォルター・スコットの、古城の美人を称賛した。休日には将棋、釣りを楽しみ、はまをたしなんだ。都市区に山城国出身。王仁の乱勃発後。 土佐国畑草に逃れた。平米利益、長祖壁元地下に仕え、佐抜国敵伝の戦いで、戦国影湯を打ち取った。源十郎年春のぶ地下に仕え、文護国と次川の戦いで討ち死に、被告老や勝利るとしる亭元親に仕え、朝鮮出兵、小田原の役に参戦し、長祖壁市開役後、潜伏した。元井医療を営んだ。 七江門李州と佐藩画郎、野々村俊清志に仕官。蘇平寺宗貞家郎深尾匠に仕官。蘇江門俊久白札角、平米元ジックスの木次郎及び上士角留守井組。元行き地道館創術市範役。家勝の墓は高知市布志田に下に、敏久から元行きまでの墓は高知市東神前寺にある。ありがとうございます。